バドミントンの全日本社会人選手権は8日、鳥取市民体育館などで2日目が行われた。女子ダブルスでは田口真彩、佐藤東組、アクト最強、が2回戦、3回戦でともに2対0のストレート勝ちを収めた。期待のペアは、日本が2つの銅メダルを獲得したパリ五輪に刺激を受け、さらなるレベルアップを誓う。速さを生かした攻撃で勝ち切った。 初戦をストレート勝ちした田口と佐藤は3回戦で清家七子、谷川綾組と対戦。第1ゲーム、G を21対14で先取すると、第 2G では粘る相手を中盤で一気に引き離して21対13で勝利した。2人は試合後に取材対応。田口は、難しい試合だったけれど、乗り切ることができてよかったとし、佐藤は、決まらない展開が多いのは分かっていたので、 我慢しようという気持ちだったと振り返った。大きな目標は4年後のロス五輪、熱戦が繰り広げられた今夏のパリ五輪では、女子ダブルスでシダチハル、松山並組のシダマツ、ペアが銅メダルを獲得。佐藤は深夜でもリアルタイム観戦し、刺激を受けた。シダさん、松山さん以外でも女子ダブルスの A 代表の選手たちは、世界で通用する。 自分たちはグレードが低い大会でも勝つのが厳しい状況だけど、オリンピックを見て自分たちもそうなりたいなと思ったと話した。